し相愛、相手も知ってることだから結婚まで話が出ている。その後、男性へのストーカー規制法違反の疑いで逮捕、略式起訴され、先月22日に釈放された。警察からは男性への接触や連絡を禁止する命令を受けていたが、釈放から12日後、また付きまとわれているのかもしれない。おととい、前回被害を受けた男性から通報が。警察が周辺を捜査していたところ、男性の勤務先の前に再び現れた中村容疑者。釈放から2週間足らずでまたの逮捕となった。